皆さん、こんにちは。ブロガーの片子です。コロナ人災、保健所パンクのせいでとんでもない事件が起きてしまいまして、なんとコロナ感染者、濃厚接触者の妊婦がですね、保健所から PCR 検査を断られ、受けられずですね、結果診察を断られ流産してしまうという、もうとんでもない、もう保健所に殺されたようなものという、とんでもない事件が起きているので紹介していきたいと思います。これですね、旦那さんがコロナ感染したと、なので、妊婦の奥さんは濃厚接触者になったということなんですけれども、濃厚接触者なのにですね、保健所は無症状だからと PCR 検査を受けられませんということになったんですね。これそもそもおかしいですよね。濃厚、だって旦那さんが感染していれば、同居している家族は当然感染している可能性があるわけで、無症状だろうが何だろうが、とりあえず PCR 検査で調べるべきなのに、無症状だからいいっていう、なんだそれはっていう話ですよね。そもそもここが間違ってるわけですけれども、ところがですね、この妊婦の方が腹痛になりですね、病院に、産婦人科にですね、診察を受けようと思ったにもかかわらず、PCR 検査を受けてないと。でも濃厚接触者だと。だから、ダメだと。複数の病院から断られですね、結果流産してしまうという、これとんでもない話ですよね。もし、PCR 検査を受けていて、陰性だったら診察が受けられたのかどうかみたいな話で、そもそも PCR 検査が、陽性だろうと、その陽性だともうほっとかれちゃうのかみたいな話もあって、これとんでもない話だと思うんですよね。で、これ結局保健所が濃厚接触者なのに、いや無症状だから PCR 検査はしませんって言ったせいで、診察が受けられずに、 PCR 検査してないからコロナかどうかわからないからダメだって言われて、赤ちゃんを流産してしまった。これもう殺人事件ですよねっていう話で、もちろんその、腹痛があって産婦人科を受けたとしても、その流産が防げたかどうかは分かりませんけれども、病院に行けないって何なんですかっていうか、アホですかっていうか、もう本当に保健所人災ですよ、これはね。で、先ほども述べましたけれども、そもそも濃厚接触者なのに、PCR 検査もしないっていうのは、どういうことなんですか。で、結局これ、保健所がパンクしてるから、もう面倒くさいからやれないっていう話ですよね。で、これ、結局、日本今そうですけれども、感染者が減ったように見えるじゃないですか。感染者が減ってるのはなぜかっていうと、保健所がパンクして、ちゃんと検査をやってないからです。ちゃんと濃厚接触者に、そういう調査をやってないからです。濃厚接触者が感染してるのか感染してないのかっていうことを調べずに、いや、濃厚接触者だからもう家から出ないでください。いや、でも検査はしませんと言われて、で、どっちかわからないけれども、グレーな感じでほっとかれて、で、結局、その病院は受けられないということで、もう本当にこれ、別にその流産してないっていうことだけではなくて、そもそも感染対策の基本として、感染しましたと、感染した濃厚接触者も当然検査をして調べるべきですよね。で、無症状だろうが、軽症だろうが、コロナになっていれば、突然急変して重症化する恐れもあるわけで、そういう意味ではきちっとその症状がないからいいっていうのは、もうアホですかっていう話で、もう本当にこれ、もうとんでもないひどい話ですよね。で、結局、日本のコロナ人災っていうのはなぜ起きてるのかっていうと、保健所がパンクしているからです。保健所がパンクしているせいで、感染して重症化しても、対応ができずに、そのために自宅療養でどんどん人が死んでいると。で、ちゃんとやっているところ、例えば八王子市とか墨田区なんかは、保健所に人員を増やしてフォローすることによって、重症者を減らしたりとかってしてるんですけれども、要はそうじゃないところ、ちゃんと人員を増やしてないとか、あとは埼玉とかでもありましたけど、人員を増やしてけれども、想定以上にかかってきちゃって、で、引き継ぎがうまくいってなくて、その外注先と。で、連絡しないまま、2週間、自宅で亡くなっている方を放置してたみたいなことがありましたけど、結局もう、その、
保健所がパンクしてしまうと何もできない。で、まあ、保健所は、ね、その人員を増やしたりアウトソーシングをしているところもあるんでしょうけれども、そこがうまくいってないということになると、結局、保健所がやるべきことをやらないせいで、死んでしまったりする人が出てるとも本当にとんでもないことなので、まあ、だからこそ5類にせよっていう話が出てくるわけです。保健所が間に入ってるせいで救える命が救えないんじゃないかっていう議論が出てますけど、いや、そうじゃなくて、いや、その5類になるほどの軽い病気ではないのであれば、保健所体制をその、ね、うまくいってるところのように拡充するとか、まあ、野戦病院を作って、まあ、基本とにかく感染者を隔離して、ね、例えば旦那さんと、まあね、それだったらまず隔離して奥さんが陰性ということになれば、ちゃんとその病院にも行けるわけじゃないですか。だからそのきちっとその感染者は誰なのかっていう検査をして、感染者を隔離してこれ以上広げないっていうことにしないと、もう放置ですよね。だからもう結局日本のやってることって感染対策何もやってないとは言いませんけれども、感染症の基本っていうか、もう隔離をしない、検査もしないで放置してて、だけど濃厚接触だったから分かんないから病院は見ませんって言って、赤ちゃんを殺してしまうと、本当にとんでもないことで、もうここ本当にどうにかしないと。でもうまくいってる自治体もあるんですから、そういう自治体を見本にしてですね、もうこういう本当に救える命を見殺しにするようなことを本当にもうやめていただきたいなというふうに思います。本当に痛ましい事件だなというふうに思います。